はい、7月の18日火曜日のエミューの世話です。行きましょう。暑そう。暑いね。エミューちゃん、あの頭が黒いからさ、余計を集めそうだよね。日陰に来ればいいのに。なんで暑い顔になったんだ。お、餌がなくなった。よいしょ。はい、そこのね、内側にバケツ入れたんです。あ、でも減ってる、減ってない。あ、減ってる減ってる。飲んでるね。いい感じ。飲みづらくないのかな、でもこれ。昨日ね、飲みづらいことも考えて、ここにあった木の柵を取っ払ったんです。あ、飲んでるかな。蒸発のスピードじゃなくない。確かに、もっといっぱい入れてたんだもん。満パンに入れてたよ。じゃあ、飲んでいると信じよう。うん。餌はどうかな。ついた後はあれ、あといっぱい入れてくれてる、あの田島さんが。いいね。あ、食べた。大丈夫、腐ってないです。食べた。いや、テイスティングタイム。そうだね。あの痛むと変な匂いがするから。え、酸っぱい匂いが。そうそう。そうするとお腹壊しちゃう。はい、最近雲の巣が多くて嫌になってきます。嫌ですね。雲の巣に引っかかるほど嫌なことはないよ。ドン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 ドド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 タプちゃんはね、慣れてくれないけど、イチちゃんはね、こうやってね、近づいていいんですよ。あ、しゃがんじゃって。どうしたの？どうした？急にしゃがんだ。卵でも産むのか。どういう行動だ、これは。地面が涼しいのか。あなたのこの行動の意味は何ですか。卵でも産むんですか。それともうんちですか。流行の証ですか。なんだろう。しもべに毛づくろいをしろということでしょうか。よくわかんないので触っちゃいます。はいはい。ね、ほら見て。タクちゃん触らせてくれてる。毛づくろいタイム。毛づくろいをさせてんの。毛づくろいをしろっていう時間だったんでしょうか。ねえ。はい。皆さん、酷暑は続きますが、ね、あまり日向には出ないようにしましょうね。はい、このクソ暑い中。なんかそのブロックをちょっとパスしてくれませんか。どうも。はい。ありがとう。はい。いいよ。ちょっとでも飲みやすくなるかしら。ああ、優しい。いいよ。農場長と俺にはない優しさ。もうちょっと高くして、あ、でもこれで食べれるか。さあ、これでいっぱい飲む。優しいな。いや、水飲めないと死んじゃうからさ。でも飲んでたけどね。はい、よかったね。どちらか1羽がガブ飲みしているという可能性もちょっとある。どっちでしょうか。2羽でちゃんと飲んでると思いたいですが。はい、ということで、はい、日なしゃの、日なしゃじゃねえよ、エミューの世話でした。バイバーイ。バイバーイ。